日高は最近何のゲームやってんだ？サムライスピリッツ知ってる？ダウンロードキャラまだまだ登場するんだって。それくらい知ってるぜ。今度任天堂スイッチ版も発売されるんだ。早期購入特典はサムライスピリッツ2なんだって。99年に発売されたネオジオポケット専用ソフトの初移植だろ。矢口くん、私発売まで待てない。日高、あとちょっとで発売だから。